<music> でね、あ、C. D. とか、ああいうデータにするのとね。はい、こうライブで音を感じるのとね。はい、やっぱ違うんですよ、ね。あ、全然違います。あれ。なんとか音って、まあ、全部そうだけど、波だから。波は別に耳だけで感じるものではないじゃないですか。体にグワーンってきて、多分体の中で。 反響しちゃってると思うんですよ。反響もあるし、あと CD にする段階で、人間が聴覚上聞き取れないというふうに自判断されている、ものすごく高い周波数帯域と、ものすごく低い周波数帯域が全部カットされてるんですよ。ああ<ー>。全部カットされてるけど、どうせ人間の聴覚上は反応しないから問題ないだろうというふうに言われて、コンパクトディスク出た時にはそこをきれいに整理したから、逆に CD いい音だねみたいな話だったんだけど、しばらく聞いているうちにちょっと待ってくれと。 LP レコードでも網羅されてるような、あの、音質の濡れた感じとかないじゃん。で、さらにもっと言うと、同じ曲でも CD 聴いてたらなんてことはないのに、生で演奏を聴いて涙ポロポロで止まんない。何が違うのって話したときに、いや、それはも,もちろん動,動きもあるけど動きだけじゃなくて、人間が感知していないと判断されている、あの、すごく高い周波数帯域と、すごく低い周波数帯域って実はすごく大事で、 それは聴覚はそうかもしれないがおっしゃるようにどこかに必ず反応しているからだからやっぱり本来はカットしちゃいけないしだから生演奏を今日もねあの山口の抱負から来ていただきましたけどもう生でなきゃ嫌だって来ていただく方もいるわけですよ。でやっぱり生の方はもうその生の魅力をもう本当にこうもう体感されているからもう可能な限り足で通ってるんですね。 なんか社会全体の問題と根本が同じ気がしますね。はいはい、うん。あの科学的ってよく言うけど、僕科学的っていう意味ってね、二つあると思ってて、一つはまあ本当に科学的っていうのも、もう一つはね、現代の科学ではまだ分かってないことを今分かってることだけで判断して、はいはい、科学的じゃないって言ってる。 だって僕ら70年ぐらい前までで遺伝子の存在知らなかったんですよ。だから70年前にねどっかの体の中にハードディスクみたいなやつあってねそこにずーっと今までのねあのー、単細胞生物だったとこからのデータ全部入ってんだよって言ったらねお前オカルトかって言われるわけよ。うん、70年前。非科学的なわけですよそれって言ったら。って感じ。あのー 思いのほか人間が知らないこと、解明されてないことでものすごく多くて、例えば、あの、ね、食べ物一つとっても、例えばなんかこう、最近野菜食べてないねと、で、ビタミン C が足りないねと、じゃとりあえずサプリを飲んどこうかっていうじゃないですか。だけど、人間が解明していない栄養素って実はたくさん含まれているわけで、自然物には。だけど、とりあえずサプリメントで、これとこれと、亜鉛とこれとこれ、ミネラルも取っときゃ OK だっつって、食べ物の代わりにしようとするんだけど、そんなわけはないんですよね。なるほど。 そんなわけなないんんですよ、うん、そんな記号いくつかでアルファベットで区切ってこの要素とこの要素この要素これがいくつ何十ミリグラム含まれてるからっていう話だけどいやいやいや人間が知らないことたくさんある。うん、いやなんとなくあのいやみんなこっち行くからこっち行くよねとかってや言ってやってること後々 <laughs> 振り返ってみるとほとんど間違ってて <laughs> でなんで間違ってんだべって考えたらそれあの褒める人たちが。 こうした方が、こっちに自然誘導させた方が、結果的に彼らにとって利があるから、なんとなくそういうことにしているだけだって、例えばあの、私飛行機乗ってきたんですけど、飛行機乗って着いた時に、あの、飛行機から出て、あの、バゲージフレームまで行く時に、エスカレーターがあるんですね。で、みんな手ぶらなわけですよ。軽装なわけですよ。で、しかも下りなんですよ。<laughs> で、 降りる階段、こんなに余ってんのに、誰も降りないんですよ。で、細いエスカレーター、みんな行列作ってるんですよ。で、私もう悠々とこう、ど真ん中を歩いて、あの、さっ走って降りていくんですけど、みんななんかそこに降りないでずっと待ってるんですよ。それ、どう考えたらそれやる理由ないんですけど、おそらく無自覚の間に、 みんなが並んでるから並ぶもんなんだって多分思い込んでやっているんだけど後々振り返ってみたらどう考えたらそれ正しいジャッジではないんですよねでもそういうことを人間社会で人たちが当たり前にやっているんだけど、うん、ほとんどねなんかあこれほとんど間違ってんじゃんって <laughs> 冷静に考えると間違ってるかもう後は振り返って間違ってるんだけどなんとなくやりなさいって言われてでみんなやってるしって言って、うん、で同調圧力もあって何となく並んでんだけどこれ多分間違いだよなっていうね、うん 人間の第六感に逆らっているので、人間が本来、あの、うん、人、人科の生き物として、あの、本来生き,生きる、生きる、そうそう流れ、流れに乗って生きることと、うん、あの、関係ないことを知られてるから、うん、でもそれが教育に、教育とかその流れに組み込まれると、あの、どんどん私たちが本来流れていく動きに逆らっているから、 でもそっちを正しいって言われるから無自覚のにそれを受け入れた人たちは選んでしまう,う間違った方向に行くんですよ,よ、ね、結局ね。昔はねこう松本清張先生とかね川端康成とか,とか三島由紀夫とかね巨人がいたんですよ。でその人たちはやっぱ言うことが結構社会的にインパクトがあったりとかですねだけど今ってねそういう人いなくなっちゃってね。うんそう。 ただ小説書いてるだけの人、ただ映画作ってるだけの人、ただお芝居やってるだけの人でさ、今みたいなことどう思いますかって言ったらさ、黙っちゃうわけよ。うん、だって言ったら CM の仕事来なくなる。うん、CM 出るためにやってるからね。彼らは。それは誘導ですだから、って思いますね。うん。はい。<laughs> うん、まあちょっと音の話に戻るとね。あのー、いや、やっぱ音ってね、すごいと思うんですよ。やっぱこれわかんないけど、進化生物学的に知らないけど、発生学的に考えるとね、かなり古いと思うんですよ。音ってね。そう。だけど、僕矛盾してるなと思うのはね、言語やってね、相当新しいと思うんだよね。うん、そう。だって100万年前から言葉使ってないから。 うん、多分10万年とかねそんぐらいしか多分言葉は使ってないからそれぐらい新しい期間なんだけどでもそれは耳でやってるっていうね言葉解像度低いですからねうん、嘘つけるからそうあの<え>ここにいる人たちが共有するために言語って使ってるけどでも本当の真実は目に出てきたりとか喋ってるのトーンとかここには真実があるわけですよ昔あの,昔あの カメムシカとバッタカが一番最初に人間の聴覚上わかる鳴き声で、を QI コードに使って、それがきっかけでラブソングって生まれてますけど、生き物の世界の中で。その時には当然彼らには歌詞もないし、だけどその音で誰を選ぶか決めるわけですよね。で、それに近いようなことは他の動物とかもやってきた。で、人間はもうちょっとそこから進めて言語って作ったから、もちろんそこで最大高圧数生み出せることはできるんだけれども、だけど、解像度の低い、 状態で共有はできるが、本当にそう思ってるっていうところになった時にあの嘘作れちゃうんですよね。でも、それまでの音とかっていうのはあの嘘作れないんですよ。もう本質だから、それが。だ、そういう弊害はある言語が新しいっていう。これ面白いなと思うのはね。まあ、言語やはね。まあ、目と耳と両方使えるじゃないですか。でもみ。 やっていうのはね多分結構ねでかいんだよね目で見てもね古いしでこれをその古いやつを使いながら言語やでね音楽っていうことを感じるっていうのがねすごく面白いことをしてるなと思うんですよそうで多分るって言いますよね。そうなんだ、うん なんでね、こう音でこう感じるっていうことってすごく多いし、まあ全身で感じてるんじゃないかなと思うんですよ。で、その人間の聴覚上聞き取れる QI コードの前にはあのバイブスですよね。だから要は超音波とタップ。 人間は聞き取ってないが、あのお、泣かないバッタ同士は感じている求愛行動っていうのがあって、それにはタップがあるんですよね。で、それ交尾教費もタップでやるんだけど、あの、それに関しても、その言語、うん、以前の問題なんですよ、結局。あの、スズメガとかはでも超音波でやるんだけど、まあ、あとその前はフェロモンですよね。匂いでやるんだけど。で、言語はずっと後だから。でもそこに、ある意味そこに、でもそこには真実があるんですよね。うん,うん。あのも、もっとなんか嘘のつけないスペースが、ものすごい幅広いスペースがあって。 うんそこで感じれるんだったらば、今こうやって小グさんと喋ってる私のトーンで、私が何を言おうとこう、トーンの段階でオ口さんがもう、まああ、この人本当のこと言ってるなって感じることができる。っていうやりとりですね、本来はね。元々は。<laughs>